13番ホールパー3、137ヤード。一応真冬で飛ばないんで7にしとく。真冬で真夏やけどね。真夏か、うん。ちょい、あ、バンカー、また万入よ。万入、万入だらけよ今日。こちらにございます。いつもティーアップしないの？うん、夏は特に。へえ。ティーアップ苦手なんですよ僕。ぐさ、あのバンカーの壁を使って止めていくっていうのが僕のね戦略だったりするんで。多分あの奥のバンカーにぶっ刺さりました。二人ともあの左のバンカー、うん、あったから、そこは避けたいですね。すっげえ右の方打つんですよね。そうなの。なんかね、体が反射的になりがち。まっすぐ行きたいところ。はい、赤 T からは127ぐらいってことなんで、はい、6番ユーティリティ、6ユーで。いやーマジ良さそう。あと、あ、短い？ウソ、あ、ちょい、ウソ、いやでも、まあ短いでも、でもですよ。まあまあ、うん、でもまだ狙える。余裕で狙えるでしょ、これは。はい、2打目20ヤードぐらいですか、ね、ギリ乗んなかった。カラス喧嘩。すごい。56度で。56度、寄せたいと思います。はい、ちょっと薄いっすね、下がね。怖い、怖いぞ。うん。うん、悪くない気がする。悪くない、うん、ちょい残しって感じだけど、まあまあまあ、全然いいでしょ。残っちゃったけど。はい。じゃあまず榎本さんのバンカーから。厳しいね。距離のあるバンカーショット。ねえ、距離ある。普通に打てばいいのかな、よくわかんない。お、お、ナイス。うん。ナイス。いやこれさっきの超トップしたの思い出す。これ奥 OB になっちゃいますもんね。あ、おお、ギリ出た。ギリだよ今。オッケーオッケー、はい、インテンショナルギリなんで。結果オーライ、はい、行っちゃいましょう。あ、待って、 そんな切れた。うん、めっちゃ切れる、うん。皆さんここ切れますよ。うわ、結構切れますね、はい、見た目以上に傾斜が強かった。エイムおじさん登場。ガチなやつ。ガチエイムおじさん。そう、ガチエイムおじさん。この短時間でなんか早かった、早すぎてちょっとカメラ追えなかったよ。あ、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 いや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 、今のはエンポイントのせいだよ。リムおじさん、続けていきます。途端にうさんくさくなる。ナイス、ナイス、ナイスボギー、ナイスエンポイント。です、またパーパットですって。そういうこと言うからな。なんかいつもパーパット打ってんの。え、でもこれヤスボール TV じゃなくて違う？え、どっちだろう、ね、なんかさ、もう分かんなくなってきた。なんか気づかぬ間にヤスボール TV 入ってます。あ、そうそう、13だもんね。そうだ、ヤスボール TV です、こちら。来てる、ナイスパー。イエーイ、パーです。すげえな。ヤスボール TV 始まるよーん。あ、それこれ違うな。ナナチャンネル始まるよみたいなのあるんですか。いや、ない。誰のやつですか。誰の見た。なんか確かあったなと思って YouTube で。
はい、ナイスボギー。ナイス。素晴らしい。あ、誰かクラブが。もう疲れてクラブ忘れてます。暑さとお腹空いたのと、うん、結構ねみんな頭がちょっとボケボケになってる。ね、ボケボケ。14番パー5、467ヤードということで、車をかけた戦いは今僕と榎本さんが同じスコアで、てかこれはもう坊主も同時に競ってるっていうことなんです。やべえな。おー、いや、どう、もうキックして、あ、大丈夫じゃない、際どいよ、わからん、際どい、際どいのあれ、うん、多分アウトかな、うん、あれなんかシャフトの色が変わった。はい、いや、てかさっきマジ振るときこっちで振ろうと思ってたのに、うん、でもちょっと厚さでやられてますね間違えちゃった。はい、ということでドライバーで、おい、なんか右の方に行ったけど、あの奥がどうなってるかですね、わかんねえ全然わかんない。いやでもね、いい当たりだったんですよ。うん、いい当たりだった。14番パー5、338ヤード。あ、また左。いやでもこれも大丈夫、うん、あ、大丈夫、全然フェアウェイもすごいな、何でもフェアウェイに戻ってくるんですけど。魔法かけてる。魔法かけてる。ちょっと俺のにも魔法されてるけど。OB だったんで、3ウッドでプレ4です。前4。うん、ちょっと、なんか多分あのブッシュに入っちゃいました。このプレ4厳しいね。そうだね。もっとさ、前でもいいのにね。うん、ナイショー、うん、うん、フェアウェイ、オッケー、今で170、うん、170、うん、では5番アウトで攻めます。あ、ちょっと右だ、音はいいね、あ、やばい、あれバンカー、でも花道、あ、花道、うん、止まった、いや、平気でしょ、全然平気、うん、危ない、危ない、ナイスです、やった、160ぐらいですね、160、7番で軽めにライもライなんでね、え、あ、右れちゃった、右にまっすぐ行った、おお、まあなんかあの辺にあるでしょう、うん、多分あのずっと奥の林越えて隣のホールまで行ったかも、うん、全然僕が思ったより左に出ませんでしたね残念、掘り100ぐらい、100ぐらい、うん、次5ダメ、5ダメ、うん、右出た、右出た、あ、搬入、バン、チャリーチャラランっていう効果音が聞こえてきました。本当によく入るわ、ちょっと探しますね、お、探して、さあ難しい場所ですね、ラインの悪いバンカーも越えなきゃいけない、お、おお、あれ反対側にもバンカーが、280ヤードぐらい飛んでったよ今、うん、まあ、手前のバンカーに入るか奥のバンカーに入るかみたいなところでしたからね56度で、うまい、うん、止まって、うん、OK、まあほぼワンピンだね、 OK、うん、本日何度目かよくわかんねえバンカー入っちゃいました、近い、うん、ふんわりとね乗せられたら、なーす、はい、あ、よし、うー、
壁が。ナイス。オッケー。ここパー5。うん、パー5。まだパーのチャンスある。うん、ナイス。こういけ。あ、私のボールが。あ、危ない。こぼれちゃった。あら、出ちゃった。うっていく予定だったんですね。お、ここはちょっと。これやばい。変えたいですね。あ、弱い弱い弱い。パパッとパパッと5メーターぐらいかな。カラーからのパッと。すみません、入れさせていただきます。はい、宣言しました。入るか。うん、オッケー。惜しい。ナイスボギー。ありがとうございます。いや、まあ楽にね、言っちゃった。笑みがこぼれてた。うわ、いやちょっと、はい、あ、ごめんなさい。ナイス。わかりました。もう次回、ちょっともう本当にもう無言。無言ガチンコマッチをちょっと。いや、こんなにうまいと思ってなかった、正直。え、マジかよ。え、やだ、バーディー。何、そんなやっちゃうの。そんなやっちゃう人なの。すごっ。15番ホールパー4、322ヤード。この回で、というかこのホールで、今回のコラボの安ゴル放送は最後です。逆光でしょうね。うん、逆光。まあ多分車はこれゲットする流れだと思うんで、結末はぜひあの7チャンネルの方で。あ、そっか、そっちで見れるのか。そうなの。おー、これ楽しみだ。一旦ね、ありがとうございました。そしてよろしくお願いします。ちょっと意味わかんなかった。シーン。ハテナいっぱいつけて。みんなすごいハテナ出すからな。頑張れ。頑張れ。はい。ほー。ほー。これはちょっと。うん。いや、まあ最後にね。そう。ふさわしい。マンブリが出せたんじゃないでしょうか。ちょっとね。OB ですよ、右。うん、まあ OB でしょうね。分かってました、そんなことは。OB だけは避けたい。そうですね。うん、まあでも右広いんで。いやー、いいじゃん。180ヤード。いや、ナイスアプローチでした。さあ、ガチアスリートのナナエさん。あれ、なんか肩書き変わっちゃった。レディスティからは280ヤードなんですけど、まあ多分ね、ナナエさんだったら乗るんじゃないかな。じゃあ右。ステイ。いや、大丈夫。え、やばいやばい。いや、あそこね。なんかネットはあるんだけど、多分大丈夫。いやー、間違えた。間違えた。いいな、俺もやろう。間違えた。200ヤード6番。いや、なんかそういう本当嘘多いっすよね。150ヤード6番。間違っちゃった。なんでその飛ぶキャラにしたいの。アイアン飛ぶキャラ目指してるんですか。はい、二打目。あ、いいんじゃない？どう？いいっすよ。あら、ちょっとね、手前のバンカー説。飛ばないんすよ。ユーティリティ6番で。はい、6U。4打目ですね。右 OB だったので。残念。もうちょっとだったんだけど。そう、本当にね、ギリギリ超えちゃって。
いいんじゃない、超えて、あ、すげえ、超えちゃったよ。いやいや、では狙い通りでしょう、バンカー、あーちょっと奥こぼれたけど、うんうんうん、乗らないと思ったんだけど、いやいや、でもバンカー超えたから、そうそうそう、オッケー、ナイス。だからヤス君が見せてくれるって、ナナイちゃんと同じ場所から打ってこうやって打つんだよっていう、うん、頑張ってヤス君、頑張ってヤス君。いやそれ絶対今マイク拾ってるからね。いきます、はい、うん、おお、めっちゃいい、これいいんじゃない、あれ、あ、でも乗ったじゃん、あ、でかい、だけどちょっとでかい、ちょっとオーバー、うん、でもまあまあ、でもね、フライヤーってやつじゃないですか、これ。あ、そうなの、そんなかっこいいやつだった、うん、だってそうでしょ、知らんけど。見せて、そんな、なんか、あ、ないね、何もないね、あ、いや、わかんの、それで。見てわかんの、フライヤーって。3打目の、すごい、すごいライ、めっちゃライ、スタンス取りづらかった。でも、7、8ヤードぐらいですね、うん、近いからね、5、6で、はい、あー、うまい、うまい、あ、止まれ、いやいや、でも、うん、ナイス、あざっす、ナイスです。しかもめっちゃ下っとるやん、おぉ、攻めちゃえ、攻めちゃえ、5打目、ピンがあそこです、うん、半分だけ打ちました、とりあえず。ナイス刻み、とりあえず上りのところだけ終わらせました。そういう作戦ね。さあ、それを見て、5打目だね、5打目だからさ、寄せて OK もらえるぐらいに、そうだね、ここえぐいでしょ。お、しっかり打った、あー、行かないんだ、あんなしっかり打ってるのに、上りがきついんだ、うん、なんか見た目は結構傾斜してるように見えたんだけど、そうだね、もっと思い切りやってもよかったな。さあ、2分の1まず消化しました、うん、で残り下りなんだよね、うん、ここガツンと打つってね、弱いよ。下っ来てるの、本当に。ここから下ってる。ここからもう一発、もう一発刻むんだ。ここから下ってるんで。あ、なるほど、うん。そういう作戦ね。これプロは大体こう打ち方しますね。あ、そう。うん、なんかデジャブ見てるよ。これでまた七井ちゃんが刻むみたいな。結構。いやー。おお、ナイスタッチ。止まれ止まれ。オッケー。ありがとうございます。意外といかないじゃん、これ。いかない、なんだなんだ、鳥ここまでね、わざわざ3回かけて。そうだよね。さあ、どうだ、やーい。わからん、うん、素晴らしい作戦だった。 OK、 ボギーパー、じゃこれ入れたら結構いいよ。あ、こっちはパーパットだ。あ、ナイス、ナイスパー、ナイスダボ。これ入れないとまずいね、じゃあこれ入れたら結構さ、やばい、縮まるんじゃない。ナイス、はい。波乱ですよ、返して返して返して。あれ、喧嘩が始まりました。これはまずいよ。いやー、マジ余裕見せて満振りすんじゃなかった。そう。いや、でもこれでね、皆さんにこう、うん、はい、楽しい動画がお届けできると思いますんで。そうですね。はい、続きこの、え、車と坊主のデッドヒートは、まあちょっとね、あの、ナナエちゃん高みの見物させてしまって申し訳ないんですけど、まああの、デッドヒート繰り広げられますんで、ぜひ見てください。はい、ナナチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。